それではこちらの表題の論文を紹介させていただきます。この論文ではこれまでとは新しいワードエンベディングの作り方であるコンテキスチュアルストリングエンベディングスというものを提案しています。これはキャラクターレベルの入力からワードエンベディングを生成するもので、文脈を考慮できるようなものとなっています。で、実験では NER とチャンキングとポスタギングのタスクにおいてモデルの入力として提案するこのエンベディングを用いることで高い性能を示しました。で、イントロダクションです。とシークエンスラベリングタスクでのステートオブジェアートのモデルは、モデルの入力として以下の3つのいずれかを用いています。で、クラシカルワードエンベディングスはこれは大規模コーバスでプリトレインしたワードエンベディングスを使うということで、キャラクターレベルフューチャーズっていうのはキャラクターを組成として入力してそのタスクに特化したサブワードみたいなのを学習させるっていうようなことです。で、コンテクチャライズドワードエンベディングスは文脈を考慮したワードエンベディングスで、これはいわゆる得るものことです。この文の提案するワードエンベディングスはこれらを組み合わせたものを提案しています。こちらが提案手法のシークエンスラベリングの全体像です。で、上のシークエンスラベリングモデルっていうのがラベルを出力するモデルのことで、一般的にバイ LSTM と CRF のモデルが使われています。それに入力する単語のエンベディングスが必要なんですけど、その下のキャラクターランゲージモデルが、この提案手法のもので、入力が、キャラクターレベルで、そのキャラクターから、単語のエンベディングスを作ってあげて、それを上のモデルに入力するっていうのをどうしています。で、キャラクターからどうやってその単語のエンベディングスを作るかっていうのがこちらで、まず順方向のキャラクターレベルの言語モデルと逆方向のキャラクターレベルの言語モデルの2つを訓練しておいて用意しておきます。で、実際に生成するときは、獲得したい単語の、一番最後の文字、実際にはスペースなんですけど、ま、でそこまでの、文っていうのを、順方向の言語モデルに、入力して、この一番最後の、文字で、言語モデル的には次の文字を予測するんですけど、その時に使う、アウトプットヒドゥンステートっていうのをまずここで獲得します。逆に、逆方向の言語モデルを使って、獲得したい単語の一番最初の、文字ここまで、入力してあげて、そこから、1個前の文字を予測するときに使うアウトプットヒドゥンステートっていうのをここでもう一つ出してあげます。で、この2つのヒドゥンステートをコンキャットしてあげてワードエンベディングスとして用いるっていうのがこのコンテクチュアルストリングエンベディングスです。で、こうすることでその単語自身の情報っていうのも含まれるんですけど、それより前とかそれより後の文脈の情報を含んだエンベディングっていうのが獲得できます。で、このエンベディングスをさらに拡張する形でプリトレインしたワードエンベディングス、ここではグローブをコンキャットして入力したり、あとキャラクターレベルのバイレース STM を下の層に用意してあげて、そこから獲得したワードエンベディングスをコンキャットして入力したり、で、ELMO のエンベディングスを加えてあげたりっていうふうなことをして実験しています。ベースラインは過去に提案されている
プリトレインしたワードエンベディングスを使ったり、キャラクターレベルのエンベディングスを使ったり、ELMを使った実験がベースラインになっています。でこちらが結果です。で4列あるんですけど、 NER イングリッシュ、 NER ジャーマン、チャンキング、ポスタギングです。で NER の方を見ると、プロポーズドプラスワードのところが、高いスコアが出てて、プリトレインしたワードエンベディングスを、提案するエンベディングスに加えることで、スコアが高くなっています。で、プラスキャラクターを使うことで、ステートオブジャートを達成しているんですけど、筆者は、キャラクターの貢献はそんなにないっていうふうに言っていました。でチャンキングとボスタギングの方は、ステートオブジェクトを達成してるんですけど、その差はすごく小さいと言っています。でこちらが、ワシントンっていう一つの単語が、異なる文脈の中に現れている時の、それぞれのコンテクチュアルストリングエンベディングスっていうのを、作ってあげて、それがどんな、他のベクトルと近いかっていうのを表示したものです。で、A から D が、違う意味でのワシントンっていう単語を使ってて、それに対して、その語義に近いような、エンベディングスが近くなっているってことが分かりました。一番下はその、失敗例みたいなのを挙げてて、この文脈からでは、どの語義であるかが判定できないっていうふうな例もあったと言っています。と結論です。この論文ではニューラルキャラクターランゲージモデルを使った新しいコンテクチュアルストリングエンベディングスっていうのを提案しています。で入力がキャラクターレベルなので未知語に強かったりサブワードを学習できたりします。でまた語彙の制限がいらないっていう特徴があります。でグローブなどのプリトレインワードエンベディングスを利用することで、大規模なコーパスから獲得した単語間の類似度を取り入れることができます。で文脈を考慮できるので、単語の、多義性を扱うことができるというのがこちらの特徴です。で実験では NER チャンキングポスタギングによってステートオブジャートを達成しました。で他のタスクにも容易に拡張が可能であると述べています。以上で終わります。